アーストだが、天使と面会の約束がある。繋いでもらえないだろうか。ああ、はい、お待ちください。いたのか。ミューゼも一緒とは珍しいな。あら、偶然ですね。ミューゼもお買い物？くそ、二枚の親父。まずいって。とにかく逃げよう。誰かから逃げてるみたい。聞こえるのか。ええ、この耳とってもよく聞こえるんですよ。ミューゼのバカ。まあ、ミューゼは美人だなんて。ああ、そうですか。あの者たち。厄介ごとに巻き込まれたくない。身分を隠しているからな。
何事も起きなければそれでいいのだ。あら、面白いことになりそうよ。だから知らないって。我々の仕事に協力しない場合、逮捕ですよ。いや、でも…おい、ターネット、おやっさんだ。動くな、じっとしてろ。言いなさい、5人組のガキを見たんでしょ。だから、俺はわからないって何度も。立ち去った方が良さそうだな。天使とは、またいずれの機会にするとしよう。今のうちだ。いった、いたぞ。我らの一心がかかっていますよ。全員とっ捕まえなさい。クラッケ、逃げろ。まずい、急ぐぞ。どうしてついてくるのよ。捕まっちゃうよ、ルドガ。わざとじゃねえよ。いいから早く逃げろって。やべ、ルドガ、顔を見られるの。すげえ。港の宿に行こう。あそこならあいつらにも見つからない。なんだあの女、飛んでるように見えたが。それにあの黒髪、どこかで。クロック、無事だったか。まあな、この人たちのおかげさ。なぜ連れてきた。助けてもらったんだ、いいだろ。お前、そうだ、名前聞いてなかったよな。エルはエル。ミューゼよ。私浮いているけど、それを言われると乙女心が傷つくわよ。あ、そうなんだ、言わないよ。ありがとう。俺はアースト、こいつはルドガーだ。へえ、アーストにルドガーか。俺はクラック、あいつはリーダーのターネット、俺の親友だ。改めてよろしくな。ところであなたたち何かのグループ？一応は学生ってやつ。あんま学校行ってないけど、そんな奴らがつるんでるだけだよ。不良？ひで、その言い方は傷つくな。まあ仕方ないけど。なあ、暇あるか。今度俺に戦い方を教えてくれよ。いや、あんたらマジすげえよ。どこで戦い方を習ったんだ？次もこの感じでよろしく。頑張って。それにしてもガイアスは気ままでいいわね。気まま？ええ、
人間の王様って案外自由なんだなって。お前は俺が道楽や物見遊山で国を離れていると思っているのか。あら、違ったの？まさかと思うが、ルドガーもミュゼと同じ見解なのか。なんということだ。いや、民に理解されぬのも王の宿命か。じゃあこうしてブラブラしてるのにもちゃんと目的があるのね。ああ、玉座にいては見えぬ姿勢の現状を肌で感じる。それがこの密航の目的だ。できてるの？もちろんだ。屋台や町内の祭りで庶民の人情にたっぷり接し、大衆浴場や居酒屋で生きた情報を納得いくまで聞き込んだ。ついでに貧しい民を食い物にする闇組織を4つほど叩き潰したしな。それってかなりの割合で道楽&物見遊山なんじゃ。何か言ったか？いえいえ、忙しいのにエレンピオスの子たちと遊んでていいのかなって。あの年頃の少年は時代の影響を最も受けやすい。俺は彼らを通して見てみたいのだ、今のエレンピオスを。友情も見えるかもしれないわね。さてな。相変わらずね、ガイアス。けど昔より随分楽しそう。何か用か？俺たちの前から消えてくんないかな。はっきり言って気に食わないんだよ。俺にはなかなか興味深い経験でな。できればこのまま交流を図りたいと考えている。あのさ、はっきり言って信用できねえんだわ。あいつらはバカだから。けど俺は気づいてんだよ、お前の正体。困ったわね。どうしましょう。お前リーゼマクシア人だろ。隠してるんだろうけどわかんだよ。それが理由か？俺マジで嫌いなんだよ。エレンピオスから出てけよ。それを言うためにこうやって一人でわざわざ呼び出したの？なんだ、少しがっかりね。勝手に勘違いすんなよな。リーゼマクシア嫌いって結構いてさ。ルドが。いいのか？俺一人の問題だぞ。リーゼマクシアカバオなんてマジで気持ち悪いやつ。虫質が走んだよ。ミュゼ。殺さない程度にしておくわ。気絶しない程度だ。難しいけど、分かったわ。ラブコールね。いい感じ。さすがだな。ミュース。まとめて来い。見たいわね。
まとめて来い。死にたいのにね。うつまり弱いんだ。まだ行きますよ。かりんせかっこいい。行くな。では素直だな、ニュース。俺とか。マジかよ。相手が悪かったな。むしろ良かったんじゃない？強き力。なんだお前ら化け物かよ。そんな言い方しないで、傷つくじゃない。ふふ。やめておけ。くそ。でもリーゼマクシアを嫌う人がこんなにいるのね。リーゼマクシアが怖いから。まだ道は遠いようだ。リーゼマクシアとエレンピオスが歩むべき道。ああ。ちょっと見てもらえないか、ルドガー。俺の GHS が壊れたようなのだが。何？主電源が入ってないだけだと。ジジイの伸びしろは無限大です。調子上がってきたみたい。